2024年7月15日、『音楽の日』特集豪華アーティストたちの絆深まる一日ナンバーアンダーライン愛のファン必見『音楽の日2024年』のインタビュー完全版岸くんのクワガタマイクが話題最近2024年7月15日に開催された音楽の祭典『音楽の日』が多くのファンの期待にいらい豪華なアーティストたちのパフォーマンスを披露しました。 このイベントは、ただの音楽ライブではなく、アーティストとファンの絆を深める重要な機会として知られています。今年の音楽の日も例外ではなく、特に注目を集めたのがナンバーアンダーラインアイの出演でした。ナンバーアンダーラインアイのファンたちは、このインタビューが放送されることを非常に楽しみにしていました。イベント当日は、様々なコラボレーションが実現し、ファンは大いに盛り上がりました。 イベントのハイライトの一つはアーティストたちが自身のカラーを反映したマイクを持って登場するシーンでしたこれによりファンは自分の応援するアーティストをより身近に感じることができました特に岸くんが持っていたクワガタのマイクは多くのファンの心をつかみましたまた翔くんがスイカ神くんがかき氷といった夏らしいアイテムを持って登場したことも話題となりましたこれらの演出は ただのパフォーマンス以上の楽しみをファンに提供し、夏の思い出を彩る素晴らしい時間となりました。音楽の日は、一年に一度の大イベントですが、ファンの間では、年に二度開催されないかという声も多く聞かれます。それほどまでに、このイベントはファンにとって特別なものであり、待ち望んでいるのです。イベントが終わった後も、ファンたちは SNS を通じて感謝のメッセージを送り続け、 アーティストたたちとのつながりを感じていました今回のイベントでは特にナンバーアンダーラインアイへの期待が高まりました彼らのインタビューは多くのファンにとって朝早く起きる理由となり多くの視聴者がリアルタイムでその瞬間を共有しましたナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ魅力が存分に発揮されファンとの絆がさらに深まることとなりましたイベント全体を通して感じられたのは 音楽の持つ力です音楽は人々をつなげ喜びや感動を共有する素晴らしい手段です今回の「音楽の日も」も例外なくその力を証明しましたファンたちはアーティストたちのパフォーマンスを通じて新たなインスピレーションや元気を得ることができましたこのイベントを振り返ると多くの思い出とともに来年への期待が高まります アーティストたちの新たな挑戦やコラボレーションがどのような形で実現するのか今から楽しみで仕方ありませんそして何よりもファンとのつながりがさらに深まることを願っています音楽の日が持つ意味は単なるエンターテインメント以上のものだそれは人々に感動を与え日常の中での小さな幸せを見つけるきっかけとなるものですこのイベントを通じて多くのファンが笑顔になり 音楽の力を再確認することができました。次回の「音楽の日も」もきっと多くのサプライズと感動が待っていることでしょうそれまでの間ファンたちはアーティストたちの新たな活動を追いかけながら次の音楽の日を楽しみに待ち続けることでしょう音楽の日が持つ魔法はこれからもずっと続いていくに違いありません今回のイベントで感じたことそれは音楽の持つ無限の可能性です アーーティスストたたたた。ちちのパフォーマンをを通じて、私たちは新たな感動や発見を得ることができました音楽の日はその象徴的な瞬間を提供してくれる貴重な機会でありこれからも多くの人々に愛され続けることでしょうファンとして私たちはアーティストたちの努力や情熱を尊重しその成果を楽しむことができる幸運を感じています音楽の日はそんな私たちにとっての特別な時間であり 来年もままた素晴らしししいい時間をを共有できることを楽しみにしています音楽の日がもたらす感動や喜びは、一年を通じて私たちの心に残り続けます。次回のイベントがどのような形で実現するのか、今から期待が高まります。音楽の力を信じ、その魔法に触れ続けることで、私たちはより豊かな人生を歩んでいくことができるでしょう。このように、 音楽の日は私たちにとって特別なイベントであり、その魅力は年々増していくことでしょう。ファンとして、これからもアーティストたちの活動を応援し続け、音楽の日を楽しみに待ち続けることでしょう。イベントのハイライトの一つは、アーティストたちが自身のカラーを反映したマイクを持って登場するシーンでした。これにより、ファンは自分の応援するアーティストをより身近に感じることができました。特に、 岸く君が持っていたクワガタのマイクは多くのファンの心をつかみました。また、翔君がスイカ、神君がかき氷といった夏らしいアイテムを持って登場したことも話題となりました。これらの演出は、ただのパフォーマンス以上の楽しみをファンに提供し、夏の思い出を彩る素晴らしい時間となりました。音楽の日は一年に一度の大イベントですが、ファンの間では、 年に2度開催されないかという声も多く聞かれますそれほどまでにこのイベントはファンにとって特別なものであり待ち望んでいるのですイベントが終わった後もファンたちは SNS を通じて感謝のメッセージを送り続けアーティストたちとのつながりを感じていました今回のイベントでは特にナンバーアンダーラインアイへの期待が高まりました彼らのインタビューは 多くのファンにとって朝早く起きる理由となり、多くの視聴者がリアルタイムでその瞬間を共有しました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ魅力が存分に発揮され、ファンとの絆がさらに深まることとなりました。イベント全体を通して感じられたのは、音楽の持つ力です。音楽は、人々をつなげ、喜びや感動を共有する素晴らしい手段です。今回の音楽の日も、 例外なくその力を証明しましまたファンたちはアーティストたちのパフォーマンスを通じて新たなインスピレーションや元気を得ることができましたこのイベントを振り返ると多くの思い出とともに来年への期待が高まりますアーティストたちの新たな挑戦やコラボレーションがどのような形で実現するのか今から楽しみで仕方ありませんそして 何よりもファンとのつながりがさらに深まることを願っています。音楽の日が持つ意味は単なるエンターテインメント以上のものだ。それは人々に感動を与え日常の中での小さな幸せを見つけるきっかけとなるものです。このイベントを通じて多くのファンが笑顔になり音楽の力を再確認することができました。次回の音楽の日もきっと多くのサプライズと感動が待っていることでしょう。 それまでの間、ファンたちはアーティストたちの新たな活動を追いかけながら、次の音楽の日を楽しみに待ち続けることでしょう。音楽の日が持つ魔法は、これからもずっと続いていくに違いありません。今回のイベントで感じたこと、それは音楽の持つ無限の可能性です。アーティストたちのパフォーマンスを通じて、私たちは新たな感動や発見を得ることができました。音楽の日は、 その象徴的な瞬間を提供してくれる貴重な機会であり、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。ファンとして、私たちはアーティストたちの努力や情熱を尊重し、その成果を楽しむことができる幸運を感じています。音楽の日は、そんな私たちにとっての特別な時間であり、来年もまた素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしています。音楽の日がもたらす感動や喜びは、 一年を通じて私たちの心に残り続けます次回のイベントがどのような形で実現するのか今から期待が高まります音楽の力を信じその魔法に触れ続けることで私たちはより豊かな人生を歩んでいくことができるでしょうこのように音楽の日は私たちにとって特別なイベントでありその魅力は年々増していくことでしょうファンとして これからもアーティストたちの活動を応援し続け、音楽の日を楽しみに待ち続けることでしょう。